お疲れ様です。こちら茂木幹事長が今回の衆院選に対してこうインタビューに答えてるねところがあったんでたまたま見たんですよ。そしたらものすごく気になることを言われてたんですよね。でインタビュアーの方が質問されたんですよ。若者世代に訴えたい政策は何だということでね。そうすると茂木幹事長はこういうふうに答えたんですよ。やっぱり所得を増やすことだよねって。本当に結婚したいと思う人が結婚できるような生活水準にこれからはしていきたいっていうふうに言われてるんですよ。いやこれに対して私ね、何他人事みたいなこと言ってるんだってすぐ思ったんですよ。30年間若者世代の所得が増えない、結婚するにできないような生活水準に押し込めたのはお前たち自民党じゃないか、そのお前は幹事長だったんだろうっていうふうに腹の中で身を切り替えたんですよね。だってそうでしょ、これ他人事みたいにね、いや生活水準低いよねじゃなくて、そうしたのは誰なんですかと。この30年間、30年前から結婚したいと思うような若者がね、結婚できないような生活水準に叩き落として、その走りが私たちロスジェネ世代ですよ。30年前私たちもね20代前半ですよ。その時にすでに結婚したいと思えるような所得がこの国に奪われ始めていったんですよ。で少しでもいい自分育ちをねするために職場でキャリアを積もうと思っても正社員がなかったわけですよ。正社員が難しかったから非正規労働とかアルバイトでつないでいたらいつの間にか30ですよ。30になって年収が手取りで250万とか、もう完全に結婚したいと思ってるけどもその所得が奪われてたわけですよね。そこから40までになんとかと思って40になったけども状況はもっと悪くなって、しまいには50ですよ。もう老後の年金の心配ですよ。そしたらね、年金は払わなくていいみたいなことを言う人が現れたわけでしょ。で年金を70からにしようかとか、どうなってんだと。本当になんかひどいね。自民党がやってきたそのツケがこういう風になってきてるのに、今ねこうやって選挙が始まったら他人事みたいに所得増やしていかないとね、いやお前が増やさなかったんだろ、お前らのせいだろと思っちゃったんですけどね。これは一体